吉田さんゴミ収集者についたコメントなかなかいいですよね多分このコメントを書いた方も私と吉谷さんがこうやってねやり取りすることなんて想定もしなかったでしょうでコメントを書いていただいて私も当然そういうふうに見える人もいるよねっていうふうなのは思うんですよ、うん、だから何言ってんのあんたはって気持ちじゃなくってねああなるほどなとやっぱり切り取れば切り取ったなりの感想にはなるしその展開っていう概念をね この奥万長者合宿でもお話してますけども一つの動画なら動画っていうのを見た時にあこれは一番目を切り抜いたんだなじゃあどうして子供がこうやってねゴミ収集のここまで体験をしてるのかなっていうふうにこう考えを展開していくとあっ もしかしたらこれは公のイベントでちびっ子たちがこういうふうなことをやるのを確か聞いたことがあるからそれかもしんないなと。あ、なるほど、職員さんもチラッとだけで映ってるし、それからあのコーンバーもあってね、安全にちゃんと配慮されてるなとか。あとね、丁寧に見られる方は、このゴミ収集車がちゃんとね、清掃済みってことに気づくと思うんですよ。ゴミ収集車って当然ですけども、あの、ゴミがいっぱいその収集車の中にね、機械的に詰まるんで、ものすごく細かい清掃が必要なんですよ。 でゴミ収集車を清掃してない段階でえ例えばねゴミ収集に慣れてない人に近寄ってもらったら臭くてやってられないんですよで子供がこうやってよちよちはいポトッと置くってことはね臭くないんですよ実際私も臭くさを全然感じなかったんでこのゴミ収集車ってむちゃくちゃ清掃するの大変ですよねとか言ったらそうなんですよこのゴミ収集車ってこまめに手入れをしてあの洗浄しないと中でいろんなものが腐っていくんですよねとか言ってね確かになぁと思いました うん、でイベントに来たゴミ収集車は本当に全然臭くなくってあここまできれいに掃除できるものなんだなと思いましたね。だってゴミの清掃員さんがよくねあの仕事から匂いがあって。 ね、体につくとか言われますけどもいやここまでできるんだったら体につくってことは考えられないなと思いました実際に一つの噂としてはゴミ収集の仕事に携わせる方は臭いが染み付いてるって言いますけどそんなことなくってゴミ収集の,その役所なり会社なりにあのちゃんとねシャワールームってあって仕事が終わった後はシャワー浴びて着替えてで帰れるようになってるんで通勤とかねそれから家に帰ってきてただいまやってやった時にわっクサってなること全然ないんですよそれこそ他の仕事であのサラリーマンの方とかがね 暑い中営業してで電車に揺られて帰ってきて家に帰ったらなんかね全身がもう汗まみれで臭かったみたいなよりは全然臭くないんですよね、うん、そういったことにもの話は展開されていくかなと思うとあのコメントを書いてくださるとねそれがどんなコメントであろうともさまざ、あ、まな方向に広げていきますよね。うん、コンテンテツ無限に生ままれるの巻でございました